はい、こんにちは、ストラムデザイナー桑原和樹です。今日はですね、ストラムジーンズ、先シーズンからですね、本格的に始まりましたストラムジーンズの、今回 21AW-NWO の、コレクションの、ジーンズを、新作を中心に、説明していきたいと思います。はい、ストラムジーンズですね、ここにずらーっと並んでおります。まず簡単に説明させていただくとですね、今まで結構細めの、デニムが多かったのですが、今回はレギュラーストレート、そうですね、膝下から少しテーパードしたような少し太めのレギュラーストレートが、新しく、加わりました。モデル名が1977という、モデルになります。こちらがですね、このユーズドのタイプ、いつもと同じようにですね、なるべくこう余計な汚しやこう穴を開けたりせずに、本当に自然に、着込んだようなユーズドの加工をしたもの。そしてもう一つがですね、こちら100年加工という名前がついておりますが、長い間ですね、破れてはリペアをして、破れてはリペアをしてっていうのを繰り返し、大切にリペアしながら履いたというのをテーマに作ったデニムです。これよく見ていただくと、こう当ててる布も、色が違うんですね。これはもちろん当てた時期が違うということも、あり、一個一個当て布も加工をしてですね、こういうふうに、当てた時期が違ったり、そのリペアをした、時期が違うというのも表現しています。そして、かなり、細かくリペア入れてます。こんな感じで、かなりリペア細かく入れてますが、これ、後ろもそうですね、こうやってかなりリペアしっかり入れてるんですが、どれも全部、裏から当ててます。まあ、大体この手のジーンズってこう穴が開いているところがあったりすることが多いんですが、まあ、全てかなり大切に丁寧に履いてきたという意味を込めて、全部を塞いでおります。なので割にかなりしっかりと穴を開けてますが、あまりだらしなくならずにですね、大人っぽく履けるかと思います。で、まあ、そうですね、こういうステッチとステッチの間のこういうパッカリングの部分なんかはやっぱりこうダメージを与えるのってこう糸が切れてしまうので、なかなか、職人さんもやりたがらないんですが、こういうとこですね、こういう小さい、ところまでこだわってリペアを入れたデニムシリーズになります。はい、まあ本当そうですね、ヴィンテージのジーンズで長く着て、リペアしたのにも、負けないぐらい手を込んだ、まあ、最近ここまでしっかりと、作ってるデニムブランドなかなかないかなとは思います。ぜひこれも直接、手に取っていただきたい一つですね。そして、ブラックのユーズド、ブラックのユーズドも、今までブラックがユーズド加工というのがなかったので、新しく、ブラックのユーズド加工というのも加わっております。そして、タイトストレートですね。タイトストレート、こちらも、前回出したものと引き続きですね、ユーズドのものとユーズドのリペアのものがあります。そしてブラックは、こちらタイトストレート、ワンウォッシュが継続になっております。このワンウォッシュが継続になった後、もう一つプラスされたのがこのブラックのユーズド加工ですね。はい、そして、スキニーです。スキニーはユーズド加工のものが、継続になっております。それにプラスして今回このハードユーズドという、まあ、こちらはどちらかというときれいめに、あまりこう毎日毎日洗濯をしてきれいに、着込んだという感じの加工なんですが、こちらはまあ汚しも入っていてかなりハードめに、着込んだ感じのユーズド加工の、スキニーになります。はい、スキニーの黒ですね、黒の方も、ワンウォッシュが継続になっておりまして、新色として、ブラックのユーズドが、プラスされております。でですね、また、これ以外にもこういった、バギーパンツですね、ちょっとリメイク風のバギーパンツがあったり、新しい生地ですね、 5.3 オースというかなり軽めの生地で作った、新定番のウエスタンシャツ、そしてカバーオール、まあ、つなぎですね、つなぎなども出ておりますので、この辺を順番に着ていきたいと思います。
はい、まずですねレギュラーストレートを履いてみました。1977、レギュラーストレートですね。はい、こちらがですね、30インチウエスト30インチのものを履いております。でですね、割に綿上は深めに設定してあります。なので、こうやって腰でちょっと履いていただけるような雰囲気のストレートですね。膝下が、軽くテーパードしてますので、ブーツなど履いた時にでもかかと踏まないようにですね、割にあの渡りは太めなんですが下は少し引っかかるような感じの形になっております。はい、これが、100年加工の方の1977になります。はい、後ろポケットもですね、タイトストレートと同じように、ポケットは小さめに、設定しております。はい、次はブラックを履いてみました。ブラックの方はですねユーズド加工、ユーズド加工の方を履いてみました。先ほどとかなり印象が違うかと思います。すっきりしてまして、余計なダメージとか、をこう入れてない汚しとかも入れてませんので割にすっきりと、シンプルに着れる、加工かと思います。こっちがブラックですね。まあ、あのインディゴも同じように自然な、ヴィンテージのような、履き込んだ自然に履き込んだような加工がしてある、ストレートレギュラーストレートの形になります。はい、こちらが、1977という形になります。はい、次はバギーパンツです。モデル名はグランドバギーという形で、そうですね、ストラムには結構珍しい形といいますか、割にかなり股上も深めで、渡りもしっかりとあって、でしっかりとテーパードしているという、形ですね。こんな感じで横が、リメイクのようなデザインになっておりまして、実はこれリメイクではなくてここ元からくり抜いて、裏から、デニムを当てたようなデザインになっております。そして加工もここ、前回やりました防染加工といいまして、色を止める溶剤を塗って全体一緒に加工しているという、リメイクのように見えてリメイクではないという形ですね。はい、こちらがバギーパンツになります。はい、後ろ特徴はポケットが割にあの大きめ、他のデニムはかなり小さめに、ポケットをデザインしているんですが、このデニムに関してはかなり大きめ、右側はもちろんこうやって二重になっていて、左側は、こういうふうに、切り替えを入れて少しデザインが入ったような、デザインになっております。はい、これがグランドバギーという形になります。はい、次はですねカバーオールを着てみました。はい、こちらですね、5.3 オンスという、オーガニックコットンを使ったデニム生地になります。そうですね、かなり軽めなので、オールインワン、カバーオール、着てもですねかなり楽に着れるようなシリーズになっています。何度かストラム作ったことがカバーオール作ったことあるんですが、その中でも割に少しゆとりがあるというかルーズめなシルエットになっています。M サイズで僕が182-65で少しゆとりのある少しルーズめのシルエットになっている感じですかね。まあつなぎなんですけども、ちょっと作業着っぽくならないようにライダース、を意識して上半身は、シングルライダース、下は、本当のストレートですね。ストレート、少しゆとりのあるストレートを合体させて、パンツのポケットもこういうパッチポケットではなくてですね、スラッシュポケット、バイクのジャンプスーツみたいな雰囲気を取り入れ、ライダースのこういう前のフラップがついていたりですね、ちょっとあのライダースジャンプスーツみたいな雰囲気で作った、オールインワンになります。はい、もちろん後ろもこうアクションプリーツがついてたりするんですが、後ろにちょっとね分かりにくいですが、ポイントにカン抜きがしてあったりですね、これオフィシャルサイトの方で細かい写真も見れますので、ディティールはそちらの方で見ていただければと思います。はい、続きましてはデニムシャツですね。こちら、先ほどのカバーオールと同じ生地です。 5.3 オンスのかなり薄手の、ウェスタンシャツになります。こちらはですね、まあ、もちろん真夏でも着れるようにオールシーズン、もちろん秋とか冬とかはインナーで使っていただけるようなかなり軽いタッチのレザー、ごめんなさい、デニムシャツになります。以前までは、後ろに革紐がついていたんですが、革紐はなくなりまして、
代わりにここに、ストラムジーンズのアイコンのパーツですね、パーツが付いております。はい、こちらが、まあ少し身幅も大きくなって、前のフラップですね、フラップがダブルになったという、新しい、定番のデニムシャツになります。今履いているのがちょうど、こちらタイトジョー、タイトストレートですねのブラックのワンウォッシュ30インチになります。はい、ということで、ストラムジーンズ、新作の方を中心にですね、履いてまいりました。継続しておりますタイトストレート、タイトジョーですね、あとスキニージョーの方は、21SS の、YouTube の方で、着用しておりますので、そちらを参考ください。ちょっとですね、デニムの方をなかなか一人で撮っていますと、細かいところをご説明しづらかったり、着用もかなりちょっとこう、分かりづらい感じになってしまうのでですね、もしよろしければオフィシャルのウェブサイトの方で、着用例も含め詳しく説明しております。縫製や、糸のこだわり、デニムに関してジーンズに関してこだわっている部分もしっかりと書いておりますので、そちらの方を参考にしていただければと思います。はい、という感じで、よろしくお願いいたします。